こんばんは。だいたい日曜日の恒例サンデーブレイクのお時間がやってまいりました。このサンデーブレイクでは日本が誇るクオリティペーパー朝日新聞の論調を紹介しています。今週の最初はエースの登場ですね。高橋純子さんの多事総論です。政権批判の気持ち悪い文章に大変定評のある高橋さんなんですが、今回はちょっと悲劇があったようですよ。高橋さんは取材のために愛知県豊橋市でレンタカーを借りて東栄町を目指していたんですね。しかし少し前の雨で通行止めになっている道があったと。なので迂回ルートで行こうとするんですけど、そのなんか迂回ルートも通れなかったそうですね。仕方なくナビの指示通り脇道に入っていくと、これがひどい道で、落石を踏み、左の前後輪がパンクしてしまったと言います。いやー、災難でした。それでレッカーを待って、修理費10万円だったとか。ご愁傷様です。その後取材は成立したようで何よりなんですが、結果的にやっぱりね、政権批判に持っていきますよね。強いその根は目に見えぬ、見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ。取材を終えてスマホを覗けば LGBT 理解増進法案が委員会で可決され、問題だらけの改正入管難民法も成立していた。数を頼みにまともな議論を避ける政府与党、それを真っ向批判せず追認後押しする一部野党、無理が通れば道理が引っ込む。この国の政治は幼稚で、民主主義を空洞化させていると思えてならない。強い政治はよく見える、見えるけれどもないんだぜ、見えるものでもないんだぜ。目に見えるものだけを信じるようになった時、多分民主主義の息の根は止まる。今回も純子節が炸裂していますよね。この詩的な文章というか、読みにくい文章というか。しかしやっぱり負け惜しみ感ありますよね。気に入らないから空洞化だとかさ、幼稚だとかさ。逆に高橋さんにはこの世界っていうのがどう見えてるんでしょうね。人間はみんな考え方、発想が異なりますので、やっぱりその同じ事象だったとしても違って見えるものです。本来その左派が目指す社会ってみんな違ってみんないいみたいなものだと思うんですよ。ただそういう綺麗事がありつつ、実際にはみんな違って一部は絶対許さんみたいなことになっちゃうわけでしょう。自分たちの崇高な考え方がわからないやつは寝とうよみたいなね。今回の入管法にしても LGBT 法にしても、まずは進めたっていうことは重要だったんじゃないでしょうか。結局左派っていうのは熱心にある問題に取り組むんだけども、思い通りにならないともう反対するでしょう。だから結局何も進んでいないんですよね。そして始まる自民がっていうあれ。 LGBT 法は与党だけでなく維新や国民も修正案に加わりましたよ。そうやって修正を入れさせるっていうね、その流れこそ大事なんじゃないでしょうか。っていうか民主主義なんじゃないでしょうか。 LGBT 法が衆院を通過した翌日には社説も書いていました。朝日新聞かなり怒っている様子ですね。与党案にあった民間の団体等の自発的な活動の推進という文言も維新国民案に沿って削除された。超党派案にあった性的指向および性自認を理由とする差別は許されないの表現は消え、差別は許されないは不当な差別はあってはならないに変更、差別を否定するメッセージ性は薄められた。自民党内の反対派に寄り添うような案を出した維新国民も、そのまま取り入れた与党も、数年にわたった議論を亡き者にする無節操ぶりだ。当事者や支援する団体は理解の増進どころか抑制後退させる法が作られようとしていると不安を隠さない。何のための法律か参院では丁寧に議論し、理念が共有され確実に機能する法案になるよう修正しなければならない。引用した冒頭部分、民間の団体等の自発的な活動の促進という文言も維新国民案に沿って削除されたっていうのは、一部界隈にとってもうとんでもないクリティカルヒットだったんでしょうね。こういう文言からね、当事者を救うっていうよりもなんか活動家が救ってくるみたいなさ。しかしそれを封じられてしまったので、だからこそ切れてるんでしょうね。あと界隈からするとやっぱ内容的にも物足りないんでしょうね。その後法律は成立しましたし、今後しっかり運用していくことが大事です。当然懸念点もありますから、こう分断を招かないようにうまく回していく必要がありますよ。ということで次に行ってみましょう。衆院を解散すると見せかけてしなかった件についての社説ですね。いやもう本当に政治家、特に総理大臣は大変だなと思いますよ。解散しても文句言われるし、結果的に解散しなかったとしても文句言われるし、17日の社説では解散見送り煽った首相の罪深さと題して批判しています。衆院解散に含みを持たせ、自ら風を煽っておきながら、再
2日後には見送りを表明する。この間与野党問わず国会議員は浮き足立ち、最終盤の国会審議は形骸化した。首相の専権事項とも言われる解散権をもてあそんだ。岸田首相の罪は重い。指導者として持つ権力の重さを自覚すべきだ。解散のあり方について社説は、前の選挙で争点にならなかった新たな課題が生じたり、内閣が基本政策を転換したりする場合に民意を問い直す以外は、衆院議員は4年の任期を全うし、腰を据えて政策の実現に当たるのが筋だと主張した。今国会での解散が取り沙汰された背景には、広島サミット後の内閣支持率の上昇を受け、今なら勝てると踏んだ首相が衆院選勝利を来週の自民党総裁選での再選につなげようとするのではないかとの見方があった。首相が恣意的に解散権を運用できる仕組みの弊害が改めて浮き彫りになったと言える。解散権をもてあそぶなっていうことでご立腹なんですけど、まあそう言っても駆け引きはしますよね。でも今回結果的にやらないということになったわけですよ。やっても文句言われるし、やらなくても文句言われるし、もう八方塞がりですね。まあこの社説のですね、後半部分には僕も同意します。重要な争点で選挙やるというのであればいいんですけども、勝てそうだからやるみたいなのはまあちょっとね。通常衆議院の任期は4年あるわけですし、本来ならまあ社説にもあったようにですね、腰を据えて任期分は務めていただきたいと思いますよ。本来ならね。今後また解散時期を探っていくことになりますが、岸田政権ちょっと厳しいかもしれませんね。変態毎日新聞の最新の世論調査だと、岸田内閣の支持率は先月から12ポイントも減って 33% となっています。不支持は12ポイント上がって 58% ですよ。これは自民党からすると解散しなくてよかったと思ってるんじゃないでしょうか。こんな状況で選挙に突入してしまうと、まあ多少議席を減らすということは考えられますし、まあ野党も体制整ってないので、チャンスといえばチャンスだったのかもしれませんけど、しかも今後はあまり政権浮揚につながるような題材もないですよね。少子化対策にしたって今日明日で結果出るわけじゃないし、まあ、そもそも財源がみたいな話もあるしさ。なので先送りしましたけど、解散のタイミング難しいですよね。来年は自民党総裁選もあります。またばらまきが始まるかもしれない。今週菅前総理の、インタビュー記事が朝日に掲載されていたんですよ。官房長官を務めた安倍政権時代から自身の政権にかけて結構韓国に厳しかった印象がありますけど、今は日韓議連の会長になっているんですね。先月末には訪韓をしてユン・ソンニョル大統領とも会っています。ユン氏はね、今のところかなりまともな大統領だと思うんですけども、その対日方針については途中で信念を変えるような人ではないと思うと述べ、ユン政権の間に再び両国関係が悪い方向に逆戻りしないように関係を強化していけばいい、心配はいらないとの認識も示しています。菅さんは、まあ、手応えを感じたんだと思うんですけど、正直半信半疑ですよね。だって韓国だしさ。最近急に関係改善が進んでますけれども、ちょっとどうでしょうね。緊急時に外貨を融通する通貨スワップ協定も再開する方向で調整に入ったなんていう報道も出ています。どっかに落とし穴あるんじゃないかなっていうね、気がしてなりませんよ。だって韓国だし。というところで今回は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。